はい、旬な人を占い、はい、あ、続きますね、はい、連続なんですけれども、本日はですね、那須川天心選手、メイウェザー戦の敗北は今後どう影響するかを占う、はい、まあ、格闘技好きなお方であれば、はい、この那須川天心さんというね、まあ、非常にこう負け知らずみたいなこういうねイメージできた方なんですが、どうなりました？大晦日ですね、はい、那須川天心選手がエキシビジョンながらメイウェザーとのボクシング対決で人生初の KO 負けをし、さまざまな議論を呼んでいますと。こちらをね先生にこう占っていただこうかなと思うんですけどなんですね、まあこの辺はね、どういうもんだっていうその、ね、今後どう影響するのかみたいな話になってるわけですけども、はい、まあ、占い以前に多分その格闘技お好きな方たちから言えばね、やっぱりその自分の土俵じゃないというかですね、エキシビジョンなんですよね。そう、まずはエキシビジョンだよっていうのもあるし、で別にその1回正式試合ではまあないわけだしね、試合やる前にもちょっとすったもんだあったというか、やるやらないみたいなね、ちょっと話題になってましたけど、まあ、そんなのもありましたしっていうのもあるし、ただまあそういう先入観はとりあえず一つ置いて、でまあ実際どうなんだというところで、ちょっとまあ見てみました、はい、はい、どんな感じでございます、影響があるのでしょうか。若いですよね、98年生まれですってよ、ね、まだ20歳そこそこですよね、まあ、ついこの間感覚ですよね、我々にとって98年でしょ平成でしょ本当にまあまあそれはそうですけど、あ、なんかそういえばさ、はい、昭和生まれの、20代は死滅したって話聞きました？あ、そうなんですか。1月の7日が開元だったんですよ、だから、今年の1月7日で、昭和生まれは見事にみんな30代に突入いたしましたと。だから昭和生まれの20代というのはもう一人も今いなくなりました。あ、なるほどなるほど、まあ、そう言われてるわけですわほう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 、全然関係ないですけどもねまあそうですよね、平成が30年続いたんですから、ね、そうなんですよ、だからまあね、前にも言ったかもしれませんが、私ももうすでに平成時代を過ごした時間の方が長くなってますのでね、まだかトントンかぐらいのもんですよ。でも皆さんもう確実に昭和の時間帯よりも過ごした平成の時間の方が長くなってる方々ですよね。確かに、ということでございます、はい、まあ、でこちらの占いなんですがですね、まず端的に今回のそのまあ、なんだろう、KO負けしてしまったよということっていうのは、もちろんその本人にとってはちっとも面白い話ではないだろうなとは思うんですけれども、これが特に彼のその今後の選手生命であるとかですね、その勝ち、ね、負け知らずで来たこの記録に対して何かするかっていうのはほぼ影響ないよっていう形の気だと思います。あ、そうなんですか、ですから、まあ、周りの方々がねいろいろ心配したりいろんなことも言われるんだと思いますが、本人自身もあんまり僕ダメージ受けてるように見えないんですよね、これ見るとね。もうちょっと話題性というかね、そういうのでちょっとみんな注目されるという、行ってみたいところかなみたいなところだと思うんですが、逆にプラスというかね、そうです、運気的にはね、一遍こう沈んだ太陽だけどまたちゃんと日の出になるよっていう風な気でもありますしね、だから、別に特に何事もなく万馬行くんじゃないのっていう形ですよね。あ、そうなんですね、まあ、まあ、猿鳥っていうね、虎の年猿の月鳥の日っていうこういう並びの方ですので、まあ、今年の10月ぐらいにまた、タイトルというかですね、まあ、試合があるのかどうか分かりませんが、占い的にはこの2019年の10月ぐらいになったらばまた何か一つこう記録的なものを打ち立ててくれるんではなかろうかというふうに、期待できる気でございました。あ、ですから、ファンの方ご心配なくというふうに思っております。はい、ありがとうございました。以上でございます。はい、ありがとうございます。また明日も見てください。